兄さん、ここにいましたか。探しましたよ。やあ、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦手兼車両整備士として登録されました。兄さんが指揮をする戦車エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんな同じ正体になったんだね。これからもよろしく。よろしくお願いします。ところでイサラは何をやっていたんだい？戦車の整備スペースがこの奥にあるので、ラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。ああ、帝国がガリアを侵略に来たのもこの国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは父さんが使っていた信号銃です。納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃か。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。じゃあ私たちは行くね。後で会いましょう。